ありますか？浸透してない。三好三大祭りってあれ違う？本当に？あれ彫刻の町ですよね。じゃああれ違う。わからない。わからない。あれ僕、あれ本当に？あれそんなことある？あれバッチリ勉強してきたつもり。ちょっと三好違いの町があるのかな。え、こういう彫刻なかったですか？こういうギター弾いてるみたいな。あれ？あれ全然伝わらない。あれ？本当に？いや、いいわ。じゃあもう なかったことにしてください。最近あのお祭りとか、が何年かぶりにこう再開されてるっていうことで、花火大会もね、4年ぶりやったりとかってよくニュースでもやってて、あ、なんかすごくこう、あ、新鮮な年なんだろうなっていうのもあって、いつもなら当たり前のことが新鮮に感じられるっていう、2023年じゃないかなという思いでですね、新曲を書きました。4年ぶりの花火っていう曲を聴いていただきたいと思います。行きたいな今年こそは、一緒に決めたわ。いいけど現実は虫が駅の波を行く浴衣姿の君は何
薄い。